中澤拓也です。いつも応援どうもありがとうございます。さあいよいよ弾き語りツアーが、スタートしますけれども、まあ、ステージ上には、まあ、楽器も並ぶんですけれども、僕しかステージ上には立たずに、まあ、ギターと、ドラムとピアノ、この3つの楽器を使いながら、皆さんに、楽しんでいただこうかなという構成になっております。はい、なんかこう今までにはない緊張感と今までにはないワクワク感と、僕一人しか演奏しないので、なんかそういう自由にねこうやれる楽しみとか、まあ不安ももちろんあるんですけど、まあ、これをねこうやってみて皆さんにこう今までやってた楽曲だったりとか、あとは今回この弾き語りツアー用に作ってる新曲とかもあったりもしますので、この辺がね皆さんにどう届いていくのか、その辺もなんかすごく楽しみだなと思っております。はい、演奏するのが僕しかいない分、やっぱり皆さんの手拍子だったりとか、皆さんの掛け声だったりとか、皆さんと一緒に歌うっていう、皆さんも一緒に音を奏でていただくというのも非常に重要な要素になってくるかなと思いますので、ぜひですね弾き語りツアー、今までにない空気感を皆さんぜひ会場で共有して楽しく、過ごしたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。会場でお待ちしております。中澤拓也でした。